K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。本日は2021年3月25日発売の週刊新潮4月1日号に掲載されている疑い始めて父宮に真帆様が反抗という記事を前編後編に分けて詳しくお伝えしていこうと思います。また後半にはいつも通り私の考えもお伝えしていきますので最後までぜひご覧ください。僕様のお気持ちは、やはり、微塵も揺らいでいませんでした。お相手の小室圭さんと添えと言とする強固なご意志は一層激化し、今回の味噌一文字でも余すところなく発露されていたのです。宮内庁担当者が話します。1月15日に行われるはずだった歌会始めの儀は、コロナ感染拡大の影響で延期され、昨年は101人だった招待者を3人に絞るなど、規模も大幅に縮小されました。アクリル板などの感染予防策も講じられ、会場の松の間にもモニターを設置。遠方で出席できない入選者はオンラインで参加することになったのです。そんな状況下で、目様の歌に注目が集まるのは、昨年こんな一首を読まれたからです。昨年のお題は望みで、目様は棒月に月のうさぎが住まうかと、思う心を持ちつきゆかなとの歌を詠まれました。月にうさぎが住むという言い伝えを信じていた幼い頃の純朴な気持ちを今も持ち続けたいとの意ですが、これには別の思いが込められているとの見方がもっぱらでした。2017年9月、Kさんと揃って臨まれた婚約内定会見では、眞子様はKさんの印象を太陽のような明るい笑顔と称えられ、これに、K さんは、マク様は私のことを月のように静かに見守ってくださると答えていたのです。会見で K さんは、綺麗な月を見るたび、マク様を思い出して、電話をかけているというエピソードも明かしていました。月を持ち出せば、K さんとの関係が連想されるのは明らかで、その上で、あえて月の歌を詠まれたわけです。当時、すでに、秋篠宮様は、現状では納采の儀は難しいという厳しい見方を示されていましたが、マク様は和歌を通じその考えに公然と反旗を翻されました。そして今年の歌です。お題は実りです。これを用いてマク様は次のような歌を詠まれています。カラスよりその実は遮る種の色に染まれて行けり深まる秋に、カラスよりは夏の日没後に白いレース状の花を咲かせて朝にはしぼみ、秋になると鮮やかな朱色の実をなすことで知られています。花言葉の一つは良き便りというもので、カラスよりで始まって朱色の色にゆけり秋にといずれもイオンで終わっています。韻を踏むように読まれており、それが無理のない形で歯切れよく耳に心地よい歌です。とは、猿歌人の解説です。カラスウリという植物は、歌人好みの題材です。秋は、どこか寂しさや、わびしさを感じさせますが、そんな季節にあって、だいだい色に染まっていく姿は、大変鮮やかで美しいものです。目様の歌は、最初にカラスウリの実に焦点が置かれ、次第に視点を引いていくような形で、秋の情景の中に溶け込んでいきます。そこには果実が緑色から朱色に染まりゆく時間の経過も追い込まれています。序経過としては大変優れた一種だと思います。ちなみにこのカラスウリを題材とした歌には和歌山牧水の妻である和歌山岸子さんの歌があります。共に見てし花は実となりカラスウリ、秋風の中に光って明かしという一種で、秋、赤さ、時間の経過というポイントは目様の歌にも近しさを感じますと言います。しかし、その一方で、今回の歌はご自身の置かれた状況を考えると思わず深読みしたくなってしまいます。目様の歌は明快に読めるものではなく、どこか奥ゆかしさを帯びています。そこで、深まる秋とは秋に一体何があるのかとつい興味が湧いてしまいます。というのも、カラスウリは別名、タマズサとも呼ばれているからです。カラスウリは本来、
果実の種子の形が、書状を細く巻き畳んだ結び分、玉ずさに似ていることから、そう呼ばれてきました。花言葉の良き便りも、これに由来するとされているのですが、玉ずさは古くから恋文の意でも用いられてきました。木様の歌は、秋が深まる頃に恋文が秋麗に染まって熟していく、そんなロマンチックな恋の歌としても読み取れると思います。本日も好き勝手にお話ししていきます。結局のところ、マク様は未だ自分の思いに閉じこもっておられるようですが、どこまで行っても個人のお気持ちを優先されたいということでしょうか。皇族として国民の思いに寄り添わなければならないということが一番大事であると思われますが、それがマク様には分かっておられないのでしょうか。というより、天皇家の帝王学の中で最も重要であると思われることが、秋篠宮家のご息女たちには伝わっていないということでしょうか。これまで国民に慕われてきた皇室は、今はもうどこにもないように思えます。少なくとも私は皇室を慕ってきましたが、今回の一連の問題で国民が思うほど皇族方は国民を思っておられないと感じました。今後国民として皇室を維持するべきなのか、私自身の気持ちが揺らいでいます。おそらく私だけではなく、多くの国民が私と同じ思いだろうと思います。ここまで来たら、天皇家は神道の総本山ともいえる存在ですので、神道系包括団体の一つとして、今後の存続を模索されても良いのではないかとも思います。それであれば、今のような天皇家の不誠実な対応にいちいち反応しなくても良くなる気がします。次回は後編ということで、この歌から読み取れる、木様の最悪な精神状態についてお伝えしていきますのでお楽しみに。本日はここまでです。今後も皇室についての情報を私の独自の考察も交えながらお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。